佐子さんもびっくりしてると思います。こんなに集まっていただいて、あの大変ありがとうございました。ただこうして皆さんに足を運んでいただくというのは本当にこう私たちも同じ管理するものとして本当にありがたく思っています。ナムアナナンノノラヤエンノナイマンノグゲアンヤガグドヤグドヤミエジリアヤニノナドナジリニ。私で11代になります。私の父親が平成19年に亡くなりましたけども、98歳でした。で私が、まあ、後を継げば11代目になりますね。毎年こうして地域の皆さんがね、関係者の方ですよね、孫作に関係のあった人たちが毎年こうして集まっていただいて供養をしていただくということはね、本当に私ら子孫にとっても大変ありがたいと思っています。